それでは10分間という短い時間ではございますけれども、ワードプレスのセキュリティについてお話ししたいと思います。マイク持った方がいい感じです。はい、私は、桜インターネット株式会社で広報宣伝室でコミュニティの支援を担当しております林と申します。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、ホスティング事業者ということで広報の仕事をするのと、あとはワードプレスのコミュニティとしてコミュニティの一員として明日のコントリビュートデーなどにも参加していただくという形で活動を行っております。今日お話しすることですが、こちらのような内容です。まず一つ目がセキュリティ対策の難しさ、二つ目で、セキュリティ対策するメリットって何だろうという話をしたいと思います。二つの視点、私自身が二つの、顔を持っておりまして、コミュニティとしての視点、もう一つは、ホスティング事業者としての視点、そして、3つ目ですね、セキュリティ対策の、基本中の基本ということで、先ほどの、徳丸さんのセッションを見られた方にとってはですね、今更という話もあるかと思うんですけれども、基本のお話をしたいと思います。で、最後にですね、コミュニティの可能性ということで少しお話をして終了としたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、少しアンケートをさせていただきたいと思います。セキュリティ対策をしてますか、ということで、バッチリやってますという方、挙手をお願いします。ありがとうございます。いやー、そのなかなか十分バッチリとまでは言えないなという方、挙手をお願いできますでしょうか。ありがとうございます。ほぼ 100% ということでただ、この聞き方自体もちょっとですね、引っ掛けみたいなところがありまして、セキュリティってですね、どこまでやったら完璧バッチリって言ったらいいかっていうとですね、結構キリがないところがあるんですね。しかもなかなかその技術、求められる技術知識というのも底なし沼じゃないですけども、ここまで対応したらいいかなと思ったらさらになんか難しい話が出てくるといったこともあるのではないかと思います。で、セキュリティ、なかなかそのセキュリティを対策したらすごくお金が儲かるとかですね、ベースビルが稼げるとかいうことはないので、なかなか後回しになってしまうと思うんですけども、これをですね、どういうメリットがあるのかというところから考えてみたいというのがこのセッションの趣旨です。で、ここで少しですね、ワードプレスとコミュニティについてお話したいと思います。で、ワードプレスというのがですね、例えば Windows のようなソフトではなくて、オープンソースのソフトウェアであるということですね。そしてオープンソースであることを最大限活用できるスタンドとしてコミュニティ主導での開発となっています。ですので、製造者、生産者や消費者といった関係性ではないということが大きな特徴だと思います。そして貢献、コントリビュート駆動ということで、より多くの方が貢献が集まればよりワードプレスがより良いものになっていくということが言えると思います。では、次にセキュリティ対策するメリットについてお話します。まず一つ、コミュニティにとってのメリットですが、セキュリティ対策、ワードプレスを使うとこう乗っ取られるとかっていうふうになるとですね、やはりワードプレスを使うのをためらう方もいらっしゃると思いますので、対策をしっかりすればワードプレスの信頼性がアップします。で、そうすればワードプレスがもっと使われるようになって、最終的にワードプレスがよりもっと良くなるという、連鎖を生みます。このような連鎖を作っていくことで、コミュニティが、作っていくワードプレスというのは良くなっていくということが言えると思います。次にホスティング事業者にとってのメリットですが、セキュリティインシデントが減るということです。後で少しご紹介させていただきますが、当社が提供するようなレンタルサーバーといったサービスでも非常に多くのワードプレスの環境がインストールされています。で、乗っ取られるユーザーの方からすればですね、滅多にないことなのかもわからないですけど、
けども、まあ、ホスティング事業者からすればですね、もう毎日のように乗っ取られるということが起こります。そういった対応にかかるコストというのが避けることができます。そして最終的にはそれによってサービスがより良くなる、もしかすると安くなったりすることもあるかもしれません。ではここでですね、ホスティング事業者がワードプレスなどを守るためにですね、どういう取り組みをしているかということを少しご紹介します。一つ目がサーバー管理者として日々稼働状況を監視したり、あとセキュリティの脆弱性などが出た場合には速やかに OS のセキュリティなどの対策を行うということを行っています。次にクイックインストール機能というのがワードプレス多くのホスティング事業者が提供してますけれども、それをですね強化してプラグインをプリインストールした形で提供するといったことも当社も含め行っております。3つ目としては接続元 IP を制限する。でここで誤解をいただきたくないんですけれども、ワードプレスのサイト自体を見ることができないわけではなくて、海外からでもページは十分見れます。ただその管理画面に入るということについて、制限を行う。それが国内国外などからの管理画面のアクセスを遮断というような機能を提供したりいたします。ただこういった対応についてはですね、メリットデメリットありまして、たまにその海外旅行に行った方がですね投稿できないとかっていうことがやはり起こってしまいます。理想としてはワードプレスの機能としてそこが、セキュリティの問題が起こらないというのがより理想的な状況ではないかと思いますが、現状の、ホスティング事業者としては、こういった対策を、せざるを得ないほど、ワードプレスは狙われているということが言えると思います。では、ワードプレスのセキュリティ対策の基本中の基本ということで少しお話します。まず一つ目が、パスワードですね。パスワードをちゃんとつけましょうということですね。で最近ワードプレス強度メーターがつきましたですので、例えばその下にちょっとちっちゃく出てますけども、パスワードとかですね、こういうパスワードはダメですよということを、注意いただきたいと思います。8文字以上で数字や記号を入れたパスワードを設定するようにしましょう。次に最新バージョンを使用することで、ワードプレス簡単にアップデートできますし、自動アップデート機能というのも最近は搭載されてきておりますので、こういったところを活用して自動アップデートをしましょうということです。ただ自動アップデートで問題が出ることも場合によっては可能性はゼロではないんですけれども、そのワードプレスの環境によってですね、1分でも止まったら困るというものであったから、多少止まっても大丈夫かなというものまでいろいろあると思います。そういった環境に応じてですね、最適な運用をつけてバージョンアップできるような、本当に大事なサイトであれば、テスト環境を作って、そこですぐバージョンアップのテストができるような環境を作るということが必要になってくると思います。次にちょっと参考情報ということになりますが、当社のレンタルサーバーで使われているワードプレスのバージョンについて少しご紹介します。大体1ヶ月ぐらい前の情報データなんですけれども、大体当社が管理しているところでは大体30万ぐらいワードプレスがインストールされています。すごい数だと思います。そのうちの約半分がバージョン4、約半分がバージョン3となっています。ごく少数ですがバージョン2よりもっと古いものというのもあります。もっとですね、バージョンアップを積極的にしていただくということが必要ではないかと思います。次に信用できないプラグインテーマを使わないということで、公式のものを使うというのが原則になりますが、もしですねそれが難しい場合でも、信用できる人が作っているかとか、日々更新されているかといったところを注意して使っていただく必要があると思います。そろそろ時間が迫ってきておりますが、セキュリティのことですね、10分で全てを説明するというのは到底不可能でして、今日は詳しいところは割愛させていただきます。最後なんですけれども、ワードプレスコミュニティということで、コミュニティだからできることということで、コミュニティに参加して
自分より詳しい人ですねと仲良くなるということが、コミュニティとしてはすごく良いアプローチではないかと思います。楽しみながらセキュリティを向上するということですね。私もこの後、徳丸さんとぜひご挨拶したいなというふうに思っております。はい、最後まとめですが、セキュリティ対策、まあ、辛いって思ってるとなかなか手が回らないので、コミュニティの力を活用しましょう。当社さくらインターネットもコミュニティの一員というふうに思ってますので、ぜひ参加してワードプレスをより良くしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。